チャオ、マヒロです。狼続きからやっていきたいと思います。で、つづらおが襲われてたんだけど、なんだっけ、暗黒寺に向かえばいいのかな。とりあえず出てきた。乗ってる？あ、乗ってた乗ってた。で、暗黒寺はここのフィールドじゃないよね。あっち側のフィールドに戻んなきゃいけないかな。とりあえずじゃあ暗黒寺まで行きたいと思います。はい、暗黒寺に来ました。え？つづらを？ボインね、消えた？何？なんか浮いてなかった？残留思念的なやつ。あ、呼んでる。ま、待てよ、ボインね。こっちへ来いってことか？怖いんだけど、何それ、どこ、壁の中入ってた。アマコ、今の見たか、ボインネーが壁の向こうに入れるってこと。あ、なにこれ、まさかこんなところに隠し通路があるなんてな。井戸から風が吹いてきてやがる。この井戸は間違いなくボインネーの元へ続いてるぜ。アマコ、急げ。考える前に飛び込めってな。飛び込む？あー、井戸？え、死体があんだけど、あ、この格好つづらおに似てない？こんなところに死体が転がってるぜ。ずいぶん長い間野ざらしになってたのか。すっかり白骨になっちまってら。それにしてもこの服どっかで見たことねえか。え、これが本当のつづらおなんじゃない。まあ、てかつづらおって名前なのかわかんないけどさ、本物。やっぱあいつ偽物じゃね？化けてんじゃないの？よっ、あ、取れたか？これは、あー、こんなとこに繋がってたの。あれ？ここは、ヒミコ姉の神殿じゃねえか。どうして暗黒寺からこんなところに通じる横穴があるんだ。とりあえずヒミコのとこに行きゃいいんだろうね。やられてる。ヒミコ様、ヒミコ様。おい、姉ちゃんどうしたんだ。気失っちまった。大丈夫か、ひみこ。生きてるか。あー、ここは特に変わりないな。だいたいこれはさ、私のこの装備を持ってないと通れないんじゃないの。あー、とりあえずセーブしと、なんかなってますね。とりあえずセーブしとこう。はい、じゃあ行こうか。なんか倒れてるよね。大丈夫？生きてる？あ、つづらをいる。
なんだ？なんだいこりゃ。ひみこねえ、ひみこねえ。ひみこねえが、死んじまってる。恐ろしや。身の丈、十畳ほどもある化け物が現れて、千里水晶の結界を破って、ひみこ様をあのようなお姿に。おいんねえ？化け物って、さっき、暗黒寺でボインネーに襲いかかってた？あのでかい怪物のことか？我は、恐ろしい。都の民を苦しみから救うため、太子戦と立ち向かっていた恩敵、妖魔。その首領があのように強大な魔物だったとは。あれほどの妖魔、いかに抗おうとも人間の力では、脆弱な人間の力では叶うはずもない。いや、ほんとどっちなんだろうな。いや、絶対偽物だと思うんだよな。くそ。ひみこね、千里水晶の結界があれば大丈夫だって言ってたのに。なんでこんなことになっちまったんだ。甘子、どっちを向いてやがんだい。ひみこねえが死んじまって、お前、悲しくないのかよ。なんか感じ取ってんじゃないの。うん。甘子？アマテラス殿？これは一体どうしたことか。甘子、お前、何やってんだ？もしや、妖魔の術にかかり、正気を失ってしまったのでは。何を？漢字財菩薩行人、あ、なんか唱え始めたな。ハンニャハラミータじゃないこれ。行人ハンニャハラミータ人証券豪運開空道一切空役シャーリー式式風意空空風意式式即税空空即税式重層行式役部尿税合ってるか知らんけど目赤くなった。般若心経じゃないの今の。なんだおい。ボインね。その。その顔はなんだ。くくかかか。まあ、茶番をあまり引っ張るのも興ざめだろう。いや、やっぱり敵だったよ。アマテラス、やはりお前は食えぬやつだ。水流の餌にしてくれようと沖合の宝物船に誘い出すも、水流から逃げおおせたばかりか、秘宝打ち出の小槌を手に入れ、都に仕掛けた毒の霧まで晴らしてしまいおった。こいつがやったんか毒の霧。そして我が城塞鬼ヶ島を攻め落とさんと探りを入れ、我が城塞ってことはこいつが親玉なの。ついには竜宮まで出向いて水流さえ手なずけるとはな。ボインね。しかしその水流が海の木図と消えた今、我が城の結界は盤石。何より卑弥呼がこの通り屍となっては鬼ヶ島の現れる場所を知ることさえできまい。それにしても、つづら男とかいう二層になりすまして、卑弥呼に近づいたが、こうもたやすく千里水晶の結界を破る好機が巡ってこようとはな。甘子、こいつ一体。すべては水流に奪われた我が獲物。容器キツネクダが我が手に戻ったればこそだ。アマテラス、お前も愚か者よ。なんなのその格好、腹立つわ。水流が乱心してまで抱え込んでいたこの容器をむざむざ手放し、この妖魔王に失われた妖力を呼び戻させてしまったのだからな。
狐、化け、つづらを、まさかこいつが妖魔の狩猟、妖魔を、化けつづらを、この狐管を手にした我の前には千里水晶の結界などガラス同然。慌てふためく卑弥呼の最後、貴様らにも見せてやりたかったわ。これもしかして戦うか。ついでにこの水晶玉もいただいておくか。またつまらぬ輩が我に立てつくことがないようにな。あ、ちっちゃくなった。あー、飲み込んだ。なんなのこいつ。そしてアマテラス、お前をここで始末すれば我ら妖魔の天下がやってくるというわけだ。竜王のおっさんが見せてくれた入玉の託戦は、このメギツネ野郎が本物のボインネを食い殺した過去の映像だったんだ。あ、なるほどね。畜生、うまい具合に今まで容器を隠しやがったな。その上、卑弥呼姉まであんな風にしちまいやがって。でも鬼ヶ島の現れる位置なんか知る必要はねえ。今ここでてめえを鬼ヶ島へ帰れなくしてやるんだからな。そうだ、やっちまえ。多分私が戦うけど。え、戦うよね。あー、やっぱバトルになった。いいよ。いてちょ、タイミングが何これ。いてフフフフ。このまま倒せる。ああ、これは、あ、いてうわ、あと半分。あー、タイミングがむずい。いや、でももう倒せんな、力技で。よっ、よし。あ、吐き出した。でかくなった。よし、アマコウ、メギツネ野郎は虫の息だ。このまま一気に畳みかけるぜ。いや、でもそんな妖魔王がそんな弱いことないでしょ。お、飛んでった一寸。あー、やっぱりね。キュービかな、これ。ボロ畜生め、調子に乗るな。貴様ごときに使う力ではないが、妖魔王の本領ほんの少しだけ味わってみるか。うわうわうわ、ち、こんな窮屈な部屋では満足に暴れることもできぬわ。部屋の狭さに救われたな、田舎狼。だがもはや貴様らにはただ一つの希望さえ残されてはおらぬ。我は今より鬼ヶ島へ戻って妖魔軍の兵力を立て直し、じっくりとこの世を攻め滅ぼしにかかるとしよう。
かかかか。消えた。え、ひみこは本当に死んじゃってんの？大丈夫か？スンデのところで妖魔王を取り逃したアマテラス。本性を表した妖魔王の妖力はアマテラスさえひるませるほどじゃった。そしてアマテラスと一寸の心には深い悲しみだけが残された。鬼ヶ島の現れる場所を探るため祈祷を続けていた女王卑弥呼。その卑弥呼が妖魔王の手にかかり尊い命を散らしたのじゃ。あー、じゃあやっぱ死んじったのか。水流、そして卑弥呼、鬼ヶ島へ渡るための導きがことごとく消え失せ、今やアマテラスたちにはただ一つの希望さえ残されておらんかった。まあでも一応入玉はあるじゃん。そう諦めかけたその時じゃ、なんと妖魔王が吐き出して血だまりに転がる千里水晶に、死んだはずの女王卑弥呼の姿が浮かび上がったではないか。これは夢かと目を疑う一寸に卑弥呼は優しく語り始める。鬼ヶ島が現れる場所を探ることは波の力では到底成し得ない。だから斧が自ら魂となって千里水晶に乗り移り、妖魔王の妖力を利用するためその腹の中に飲み込まれたのだと。あ、じゃあわざとなの全部。アマテラスが妖魔王に狐管を与えたのもそれを知ってのことじゃった。すべては卑弥呼の計り事だったのじゃ。そして卑弥呼の思惑通り千里水晶は驚くほどの力を蓄え、ついにその写し絵に恩敵妖魔軍の城塞を暴き出した。日の入りとともにたちまちその場所を変える神出鬼没の鬼ヶ島。千里水晶が予言したその島の現れる場所とは両島原の北西の海岸、展望岬の沖合じゃった。いや、まあ、うん、見えてはいたけどね、ずっと。鬼ヶ島は次の日の入りが訪れるまでのたった一日だけその展望岬に現れる。それがアマテラスたちに残された最後の望みじゃった。それを写し終えた途端、千里水晶に映る卑弥呼の姿を深い亀裂が引き裂いた。強大な妖力で妖魔の城塞を暴いた代償に千里水晶はその寿命を使い果たしたのじゃ。そして卑弥呼の魂もまた千里水晶と共に果てる運命にあった。千里水晶はまばゆい光を発して砕け散り、卑弥呼の魂はその光の吹雪に包まれながら静かに天へと登っていった。アマテラスたちの行く道に幸多からんことを祈りながら。いやー、悲しすぎるよ。ちょっと犠牲になるのが多すぎないか。アマコ、鬼ヶ島が消えちまう日の入りまでもう時間がねえ。卑弥呼姉が命を懸けて教えてくれた作戦、絶対に無駄にするわけにはいかないぜ。鬼ヶ島の結界を破れようが破れまいが叶うもんかい。展望岬を目指して突っ走れ、アマコ。うん、まあ場所は分かってる。卑弥呼姉、バカ野郎。
どうしようかな。え、そこに向かったらもうサブイベントとかさできなくなるかな。なんか最後っぽいっちゃ最後っぽくない？いや、とりあえず都の入り口まで行ったんだけど何もなかったから、なんか他の場所行ってみようか。今のうちに行けるかな。ちょっと待った、甘子。こんなもん使ってどこまで旅に出向くつもりなんだい？あー、もうじゃあ向かうしかないんだね。じゃあ岬まで行きたいと思います。はい、岬に来たけどすごいことなってんね。あ、なんかいる。あ、おとい姫。おう、アマテラス殿。よう、わかめ姉ちゃんじゃねえか。よくこの場所がわかったな。